勝ち抜きました。いよいよ準決勝進出であります。全日本プロレスのフレッシュコンビジャンボ鶴田、そして天竜がこのアメリカ NWA の主要ロード、ジョージア州アトランタのアトランタオムニで大活躍を見せておりまして、全米各地のトップチーム10チームによって争われております世界タッグチームトーナメント、いよいよ準決勝に進出。そしてスタン・ハンセン、オレグ・アンダーソン組との対決を迎えております。両選手が今紹介されております。スタン・ハンセンとオライ・アンダーソンも準決勝に進出。 Their opponents once again, ladies and gentlemen, from Japan, Tenryu and Giant Tsuruta。 鶴田、天竜組、1回戦、2回戦、見事に勝ち抜きまして準決勝に進出。この後は破った方が決勝に進出というだけになりました。果たして日本の全日本プロレスのフレッシュ若手コンビ、ジャンボ鶴田、天竜組、このスターハンセン、オライ・アンダーソンを果たして破ることができるでありましょうか。準決勝の顔ぶれ、まずオライ・アンダーソンが飛び出してまいりました。天竜との一騎打ちであります。さあ試合が始まりました。なお A ブロックの方ではザ・ファンクス、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンク組とジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコ兄弟同士で争われたんですけれども、微妙な判定でジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコのブリスコ兄弟が、ドリー・ファンクジュニア、テリー・ファンクを破りまして、決勝に駒を進めております。 A ブロックでございました。現在リング上では B ブロックの準決勝が今行われているところであります。勝ち上がった方がブリスコブラザーズと決勝を争うことになります。全米各地からトップチーム10チームによって、争われております世界タッグチームトーナメント準決勝。ここでスタン・ハンセンが再び登場してまいりました。あのセントピータースバーグの会場を思い出します。天竜は三度このスタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットに屈したわけです。なんとか雪辱してもらいたい。天竜源一郎、リングの中央、このアトランタオムニのリング上は天竜にとりましてはもうアメリカの第二のふるさとと言っていいでしょう。ホームグラウンドです。先ほどから天竜天竜の声援が飛んでおりますが、再びスタン・ハンセンとの一騎打ちを迎えております。なかなかこのスタン・ハンセンの厚い壁を破ることができません。もう絶対にあの左腕から繰り出します黄金のウエスタン・ラリアットだけは出てはなりません。しかもパートナーのジャンボ鶴田は日本のリング上でもアメリカのリング上でもまだスタン・ハンセンにウエスタン・ラリアットを食っておりません。来週の放送ではノースカロライナのユナイテッドナショナルヘビー級の選手権がありますので、今夜は絶対にスタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットの危険から逃れなくてはなりません。いよいよ準決勝に駒を進めてまいりました。全日本プロレスのフレッシュコンビ、ジャンボ鶴田、天竜。さあそのジャンボ鶴田が今リング上に登場してまいりました。オレイ・アンダーソンとの力のある攻撃、さあジャンピングインパクト、まず顎の先端、しかしスタン・ハンセンが待っております。スタン・ハンセンが飛び出してまいりました。エルボーバットを打ちます。鶴田も曲げておりません。なんとかアメリカ、本場のアメリカのマット上でこのスタン・ハンセンからピンフォールを取ってほしい、そういう気がいたします。鶴田頑張る。しかしパワーではスタン・ハンセンが上、猛烈なエルボー、そしてニーリフトを突き上げた鶴田、ちょっと押されています。鶴田が押された、正面を向いた、エルボーバットで危ない、カウンターのエルボー攻撃が続きます。バットウエスタン・ラリアットがウエスタン、あ、いけません。しかしかなりの落差があります。スタン・ハンセンショルダースルーでジャンボ鶴田を一周、リングの中央、今度はボディースラム、すごい馬力、ニードロップ、鶴田完全に動きが止まってしまいました。準決勝、決勝進出はちょっと危ない状態になってまいりました。ワールドタグチームトーナメント、勝ち上がった方はブリスコブラザーズとこのアトランタオムニのリング上で決勝を争うことになりますが、スタン・ハンセンからオレイ・アンダーソンに変わりました。鶴田頑張り、ダブルチョップをアンダーソンの胸板に打ち付けました。そしてストンピングであります。リングがきしんでおります。アトランタオムニ、いつの間にかフルハウスに近い1万人以上の観客が詰めかけております。リングサイドはもうほとんど黒人、非常に熱気のありますアトランタオムニ。鶴田から天竜につながれた、今度はしかしスタン・ハンセンに渡そうとしております。さあよたびスタン・ハンセンに屈するか、頑張れ天竜、危ないぞ、この危ないぞ、ウエスタン・ラリアット危ない。しかしウエスタン・ラリアットと見せかけてものすごい強烈なジャンピングニーパット、天竜の顎にヒット、そして今度はアートマンとしてもウエスタン・ラリアットは温存しています。本当にスリリングに取りました準決勝。しかし天竜を翻弄、さあ今度はなんだ、ウエスタン・ラリアット今度は行きました、逆さ釣り、天竜立てません、とどめはニードロップ、さあカウント3、
電流よたび、スタンハンセンの前に屈しました。残念無念、決勝進出はなりません。スタンハンセン、オレイ・アンダーソン組が準決勝で全日本プロレスのフレッシュコンビ鶴田天竜組を打ち破りました。3分50秒、スタンハンセン、オレイ・アンダーソン組決勝進出。決勝はジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコ、ブリスコ兄弟との一騎打ち。これで勝った方が全米各地から集まったトップチーム10チームによって争われております世界タッグチームトーナメントの王座につくことになります。スタンハンセン、オレイ・アンダーソンが全日本プロレスのフレッシュコンビジャンボ鶴田天竜を打ち破った試合でございました。